もしゃまです。本日は9月1日2日に行われた TCG フェスについてのレポート動画になります。写真や動画を織り交ぜながら紹介していければと思います。それでは行きましょう。まず最初に私たちが訪れたのはアートプレストさん。こちらではですね、1回100円で自分のオリジナルカードが作れるということで、私もですね、実はカード2種類作ってきました。こちらが1日目の、カードで、こちらが2日目のカードになります。なかなか面白いですよね。パックに入って、かつカードが作れてね、100円ということで非常にお値打ち価格だったんじゃないかなと思います。で、これまあ、パックに入ってるのもね、綺麗なんですが、今回2つあるんでね、1パック開けていきたいと思います。では、いつものカードのように、ね、開けていきたいと思います。あ、すごい、開封してる感すごいな、これ。はい、1枚入りのカードなんですけども、今回私が当てたカードはこちらになります。今回 TCG フェス2018年限定のね、カードになっております。背景のね、ボードの前に立って、写真に向かってね、こうポーズを撮るという感じなんですが、なんて言ったってね、写真が鮮明だしね、この材質がね、素晴らしいんですよね。本当に硬い感じのドラゴンボールヒーローズみたいな、感触のカードになっております。いや、これはね、ちょっと永久保存版というかね、はい、スリーブに入れてこれ額に飾ろうと思います。次に私たちが訪れたのは、カード展示ブースになります。今2018年ですね、発売されているカードまで、ほぼ全てのね、種類が並んでいるといった感じでした。かなりね、懐かしいカードゲームもありましたが、図鑑カードゲームガタバイトね、これ私が昔開封動画で出したやつなんですけども、こんなマイナーなところまであるんですよね。はい、こちらドラゴンクエストのカードゲームです。ここら辺なんかもね、買ったりしましたね。で、ポケモンカードゲームですね、マジック・ザ・ギャザリングの次に並んでたんで、まあ年代的にもそんな感じなんでしょう。はい、こちらシャドーボックスコーナーですね。ヤッタレーマンだとか母なる大地の、カードが置いてありました。ポケモンカードもね、展示されててね、こちらヴァンガードのカードだと思うんですが、非常に躍動感がありました。こういう感じのシャドーボックス、なかなかいいですね。そして天空号です。これなんとね、プロペラが回って、音も出て、かつね、ヘルメットのところも光るという感じなんですね。で、次に訪れたのがトレカ魂、プラスマインドさんのブースになります。こちらではですね、はい、高山俊明先生、まあ、デュエルマスターズやってる人だったらね、一度は目にしたことがあるんじゃないでしょうか。聖獣王ペガサスだとか、シンラライジングネックスだとかね、かなりかっこいいドラゴン系派手なクリーチャーを描いてる先生ですね、の、プレイマットを購入させていただきました。かなり大きめで印刷も綺麗なんでね、このプレイマットはね、ちょっと普通に使わせていただきたいなと思います。次に私たちが訪れたのは公式の物販ブースですね。こちらスリーブが7種類だったかな、かなりのスリーブの数あったんですが、とりあえずこちら、はい、炎上上等スリーブですね。 YouTuber はね、炎上しやすいんでね、普通の人より、はい、まあそうなっても上等だと、受けて立ってやるというね、スリーブ購入させていただきました。こんな T シャツなんかも販売してました。次に私たちが訪れたのはアルティメットガードさんになります。このデッキケース、ホビーステーションだとかイエローサブマリンで見たことある方多いんじゃないでしょうかね。私もいつかは欲しい、ちょっと値段が高いのでいつかは欲しいと思っていたんですが、今回特別価格ということでね、はい、買っちゃいました。アルティメットガードさんのデッキケースになります。これはまたいつか動画でレビューなんかしたいなとは思ってるんですけどね、ちょっとお高めなんですが、その分さすがドイツ製、かなり作りが細かくて綺麗です。ぜひおすすめなんでね、一度手に取ってみてください。TCG の開発会社さんなんかもブースを出したりしていました。そして次が PSA。PSA という名前、なかなか日本だと聞き慣れない方多いんじゃないでしょうかね。実はアメリカではめちゃくちゃ有名な会社で、よいしょ。はい、こちらカードの評価会社ですね。例えばこのラティオス、こちらは Q っていうランクがついてるんですが、はい、これ実はね、この裏にね、缶の白影が、あ、ここら辺か、ここら辺ですね、はい、あるということで、まあこういう評価になってると。で、次のフーパなんかね、かなりのもう調備品ということで、一応10っていうランクがついてるんですけど、このね、PSA 鑑定をしていないと、海外のね、オークションだとなかなか商品が売れにくいという実態があって、例えば偽物だっただとか、実際に商品が届いたら写真で見たよりなんか汚いなとか、そういうトラブルがあるわけですよ。特に高額な商品になっていけばなっていくほど、そういうリスクが怖いんで、
PSA さんにお願いして、カードをね鑑定してもらうと。で逆にこの鑑定マークがついてると通常より高くとかね、売れたりするんで、かなりアメリカなんかでは有名な会社さんになっております。なんか近々日本に来るらしくて、はい、そこのねオフィスなんかもちょっと突撃したいんですけどもね。ブースなんかには、マジック・ザ・ギャザリング、ポケモンカードなどの商品が置かれていました。そしてなんといっても今回ね、一番感動したのが鳥店長、そしてジャックさんとの出会いですね。まさかこの会場内でねお二人に会えると思っていなかったので、非常に刺激的な出会いだったなと思います。写真はちょっと撮り損ねてしまったんですが、アルティメットデュエマバトルで有名な主任 K さんだとか、デュエルマスターズグランプリの解説でおなじみの、牧光一郎さんに、お会いしました。今回はね、デュエマの対戦をしたりだとか、いろんなブースを見たり、体験したりというのも楽しかったんですが、それ以上にね、普段だとなかなか会うことのできない方に会えたり、まあ自分のね、動画チャンネルを見てくださってるね、視聴者さんに会えたりなんていうね、結構素敵な機会に、恵まれたなという感じでした。特にこのカードゲームっていうね、もの自体が好きな人にとってはめちゃくちゃ楽しいイベントだったんじゃないかなと思います。ということでまた来年もね、開催されたらぜひ行ってみたいです。それではご視聴ありがとうございました。シャマでした。さよなら。